とはみんなへの招待状を書いて。お姉ちゃん、いる？しーちゃん！机の上のもの隠さないと。なんだ、ちゃんといるじゃん。お風呂空いたよって何度も声かけたのに。机の上も散らかして、また企画書作ってたの？そうなの。ごめんね、しーちゃん。お風呂もすぐに入るわ。まったく。ん？お姉ちゃん、何か紙が落ちてるよ。え？あ、それは。しーちゃん、お誕生日会、招待状？お姉ちゃん、これ。見つかっちゃった。もうちょっと準備ができてから話そうかなって思ってたんだけど。ほら、昔はほなみちゃんたちをお家に呼んでお誕生日会をしてたでしょ。愛梨ちゃんたちとお月見した時もすごく楽しかったし、あんな風に賑やかにお祝いができたら嬉しいなって思ったのだけど、ダメかしら。確かに、あの時は楽しかったな。それに、もう準備し始めてるんでしょ？だったら、いいよ。しーちゃん！ありがとう！素敵なお誕生日会にできるように、頑張るわね！はいはい。それもいいけど、お風呂も早く入っちゃったよね。はーい。おはよう、しほちゃん。さっきしずくちゃんが教室に来てたよ。ほら、これしほちゃんのお誕生日会の招待状をもらっちゃった。お、あの時の招待状、もう完成したんだ。でもいいのかな？私、ただのクラスメイトだし。みのりもいるし、小羽が良ければ遊びに来なよ。きっと、いちかたちも招待されてると思うし。うん、ありがとう、しほちゃん。プレゼント持ってお祝いしに行くね。誕生日会か。懐かしいな。お姉ちゃんも昔は友達としてたりしたっけ？私も、お姉ちゃんの誕生日、もっとちゃんと祝ってあげた方が良かったかな。え？これ、もしかしてプレゼント？まあ、かわいい！文鳥さんのパスケースだわ。ちょうど新しいのが欲しかったの。この前、ご飯の時に話してたでしょ？パスケース、ちょっと擦れてきてるって。しーちゃん！喜んでくれてたけど、ただプレゼントを渡しただけだし。よし。よーし。じゃあ、おめでとう。ありがとう、みんな。カイトさんも
ありがとうございます。こういうの苦手そうなのに。そうそう、せっかく祝ってもらうんだから楽しんでくるよ。じゃあ私はもう少し残って練習していくから、また明日。また明日。すっごいプレゼント持っていくから楽しみにしててね。はいはい、今からはしゃいでると夜眠れなくなるよ。明日寝坊しないようにしなくちゃね。ルカさん、ミク、いえ別に、今日の練習で気になったところを思い出してただけです。ねえ、トラ、実は。まあそんな感じ。お姉ちゃんは友達も知り合いも多いし、ちゃんとパーティーとか考えてあげなくちゃいけなかったんじゃないかって。真心。